で、やっぱり私、水商売の世界がすごい好きなので、もうすごい楽しくて、もうすぐ一気にバーッと読んじゃったんですけど、はい、皆さん、こんにちは。育葉ママです。今日はですね、ちょっとその本の出版の話もね、したいなと思ってるんですよ。で、これね、すごいの。私の現役時代、今でも現役か。私がホステスとして働いていた時代、雇われて働いていた時代のママのママ。ママが、私のママが育ったお店のママが本を出したんですよ。はい。長野ですごく有名なママで、千家っていうお店のママなんですけども、私もすごい憧れて、もう1回か2回ぐらいしか会ったことないんですけど、本当に憧れのママがね、本を出して、で、私のママにぜひ買って読んでって言われたので、買いました。はい。でね、読んでみたんですけど、すっごい楽しくて。しかも、私のママはね、実名でお店も自分の名前も出てるの。すごいなと思って。で、やっぱりこう、ある程度有名になったりとか、長いママさんになってくると、こういう本を書いたりする方が多いじゃないですか。で、私もね、結構本を書いてって言われるの。でね、今回この千家のママさんの書いた本を読んで、あ、こう私と同じような苦労してるんだなとかね、結構思って、これを見ながら、素晴らしい方なんで私なんかと比べちゃいけないんですけど、やっぱり苦労されたんだなとか、私もこういうことあったななんてね、思い出したりしてたんですね。で、やっぱり私、水商売の世界がすごい好きなので、もうすごい楽しくて、もうすぐ一気にバーッと読んじゃったんですけど、じゃあ、こういう本を私が書けるかなって、思って考えてみたんですよ。で、今年お店をやって丸24年経って、25周年に突入してるわけなんですけど、その24年、約5年前を思い出したんですけど、本当にほとんど覚えてないですよ。やっぱり本にするっていうのはね、苦労したこととか、こうびっくりしちゃったこととか、そういうことを書いた方が面白いじゃないですか。なんですが、もう本当多分ほとんど忘れてる。辛かったことほとんど忘れてるんですよ。 で、こうやって他の方の本を読んだりすると、私もそういえばあったなーなんて思い出しはするんですけど、いざね、もし私がこういう本を書くって言って昔を思い出しても、多分全然思い出せないと思いました。なので、本を書くのは難しいかな。例えば、今から本を書くためにこう準備をして10年後に書いたりとかはできるかもしれない。50歳からどうやってこの水商売頑張ったかみたいのは書けるかもしれない。だけど、20年、4年、5年前のことはね、忘れてる。ね、この現実をね、知った時に私、ふと思ったんですよ。私って嫌なことをやっぱり忘れちゃうから、逆に24年5年経った今でもこうのほほんと のほほんとね、商売してんじゃないのかなって思ったんですよ。で、こう思い出したら、多分皆さん気絶しちゃうぐらいのことをたくさん経験してます。きっかけがあると思い出すんですけど、今は本当にまっさらに忘れてる。下手すると昨日あった嫌なことも忘れてる。
そう。なので、なんかこういう能天気だから今でも現役でこういうお店の携帯で頑張れてるのかなって、うん、まあいい方に考えたっていうお話でした。はい。まあその点ね、写真集はいいよね。うん、思い出したりすることなくて、今の私じゃないですか、今の私、うん、なので写真集は予定通り頑張って出版しますので、よろしくお願いします。はい。あとね、私やっぱり夜の世界がすごい好きなんですよ。なので夜の世界をテーマにした小説とか、あとこのママさんの本読んでみないよみたいのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、読んでみたいと思います。あの、私は一生水商売したいので、なんかこう頑張ってるママさんとか、まあ、頑張ってる女の方とかがいたらぜひ勉強したいので、そういう本があったら教えてください。はい、今日はゆくよママは絶対出版できないよねってお話でした。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また明日会いましょう。Like a Hellcat.